はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、エキスパート、時を支配するものですね、編、アニメリオですね。こちらの方が復刻してきたので攻略していきたいと思います。前にね、一つ、動画を上げてると思うんですけど、そちらは3部勢で、1部から3部勢で倒していくという動画で、こちらは、チート編ですね、でクリアしていこうと思います。パーティーはご覧の通りです。まずは光太郎ですね。光太郎、最高知能怖くないぞ。共闘の、旅路ですね。共闘の旅路ですね。そして愛をつけています。ほとんどゲージ管理要員ですね。そしてメインアタッカーの、無駄じゃないですね、ナイフ利用ですね。積もる恨み、ナイトラ、焼けっぱちを入れてます。そして、スキルゲージ要員、そしていろいろやってくれる人、ジョウスケですね。先導プレッシャー、完全生物をつけてます。機械には、ロハン&コイチ、後半もしくはイチローですね、ロイチですね、こちらを入れてます。で、傷つかぬゆえに強者ですね、これはあんまり使わないですね。で、喧嘩と君も、漫画を読んだのだろうと、愛をつけてます。ちょっとアビリのつけ方がバラバラすぎるんですけど、こういう風な構成になっています。でですね、フレンドにはウダディオを変えています。では参りましょう。注意点とかはね、1部から3部勢でっていう 方の動画で、言ってますので、もうサクサクとやっていきたいと思います。とにかくこのエキスパはね、遅延させることが何よりも大事だったりするんで、支援さえできればね、クリアは本当に可能だっていう、エキスパなので、ベストなのでね、ゲージ管理をしっかりやっていきましょう。あ、ゲージ管理ですね。遅延とかもさせていきましょう。もうね、何も考えることはないですね。CS、CS、CS です。ここでね、マライアがね、出てくるんですけど、マライアが出てきてもフレンドのね、ファイヤーボムで一掃できますので、もう何も考えずにナイフでできるし、スマッシュがね、なぜか時止め中なのに一発多いってね、いう風な状態ですね。イチローのおかげでね、本当に多くスマッシュが打てますので、ほとんど安心して 1,2,3,4,5 発打ってますね。本当は4スマなのに5発打ってますね、時止め中に。これ、このバグは多分直されると思うんですけどね。さあ、サクサクと、3ラウンドに入ってきました。さあ、どんどん、やっぱり5発打ってますね。こうなってくると本当に簡単ですね。距離的にはナイフの方が近かったような気がしたんですが、大丈夫ですね。さあ、ストロハイムが結構いい位置にいてくれてるので、逃げる形をとって、
終わりですね。割と範囲が狭かったので嬉しい、まあ誤算だったりするんですけど、そしてそうですね、倒しました。さあ3ラウンドも終了です。私のね、ゴータロー瀕死セットでやるとですね、4ラウンドから通用しなくなってくるんですよね。まだスローカウントさせてないんで6665の状態なので、スローカウントさせると、まあ、通用してくるのかなっていう感じなんですよね。まあでもどっちにしても、速さを競うような感じなので、このクエストはですね、ドロリスが本当に良いんですよね、水ドロリスは。なので速さを求めるんだったらやはりナイフ、もしくはシゲチのね、ディメンションで、回す方が早いかなと思います。シゲチ CS で回ってる、もう動画撮られてる方も多分いると思うんで、それに関してはそちらの方にお任せいたします。さあやってまいりました、5ラウンド、5ラウンド1、これも倒していきましょう。ナイフディオで決戦リオを倒しました。昔はあんなにね、苦労したのに、ああ落ちなかったですね。こんなに簡単になってしまったっていう、時が変われば昔のは本当に簡単だっていう、ね、まあ、こういうのが復刻してくれると、まあ、当時は辛かったっていうのを思い出しながらやれて、まあ、嬉しかったりするんですよね。強くなった自分を発見できて。さあそうこう言っているうちに5ラウンドの最終ゾーンがやってまいりました。それもあしらうように終わりですね。一応ここで意味はないですけど、全部なくしておきましょう。ゲージが回復しました。ロージョセフが落ちてきましたが、もうゲージ管理がきちんとできていれば、あんまり関係ないですね。サクッと倒しちゃいましょう。ゲージが取られてゼロになった。そして高一くなりでゲージが4ゲージ溜まりましたので、このように倒すことができます。もうチートですね、本当に。おっとアニメディオもジョータロも落ちてこなかったです。これはあ、いかんいかんいかんな、もう落ちてくれよって思いますよ。水ドロが楽しみでやってるんですから。はい、何事もなく、変な編集点もなく終わることができました。やっぱりチートですね、本当に。最後まで見ていただいて誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストタイム。